アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。K1 初参戦のラー・シンシン、少し緊張した面持ちにも見えます。多分強いんでしょうね。でしょうね。ノーヘッドバッティング。あの宮坂陸会長が自らスカウトしてきたそうですからね。ですよね。ノーキックキャッチ。今23歳ですが、なんとこれが127戦目になります。そうなんですよね。キャリアがね。年齢関係ないかもしれませんね。試合展開がね、本当にね、懐深いんですよね、タイ人ってね。でも正人さん、この K1 ルール果たしてどうフィットしてくるかですね。はい、そうですね。あとは輪島もパワーありますからね。はい、確かに倒せる選手ですね、輪島は。そうですね。なんとここまで12勝のうち KO が10です。まあやっぱりこれだけムエタイの選手で大きな選手って、はい、あまりいないじゃないですか。確かに。だからこう外国人のパワーとね、結構やってると思うんですけど。ああ、なるほど。こちらがそのラーシンシン、まあ、ヨーロッパ系の選手とも戦ってたでしょうね、きっとタイでも。ラウンド1、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。リミット70キロスーパーウェルター級の戦いです。歩幅広く長身、右足前サウスポーの構えが赤いグローブの輪島ひろみです。地元大阪、左ハイキック、挨拶代わりの一撃、速いローキックです。青いグローブのラーシンシン、 K1 初参戦です。ミラサクレック第3の男、右のロー近い。ナイスミドル、強いですね。ラーシンシンのふくらはぎすごいですね。サマさんどうですか。いや、めちゃくちゃやっぱキックとかが重いですよね。おー、これ負けてない。輪島の蹴りも重いですね。重いですね。あと輪島懐深いですよ。特にマサトはサウスポーですからね、さらに有効ですね。逆に前足がこう触りそうになることもあります。ワンツー、ナイスパンチ。パンチも見せた。このローキックもらっちゃいけないですね。しっかりカットしないと効かされますよ。一発一発思いっきり打ってますからね。そうですね。はい、中央取っています。ラーシンシン、ミラサクレック、ゲーをボンナパーに続くミラサクレック、第3の男、右のミドルキック、曲げてないですね。そもそもすごい落としました。いや、もうびっくりしますね。今1ラウンド半分が経過しました。こちらも返してくる。気強いですね。アッパーから左ストレート、弱いそう。これ実は昨日の会見でムエタイ選手に蹴り勝ちますって話したのが輪島でした。なるほど。でそれを見合って笑って聞いていたらしいし、今カットしましたが、今ナイスカットです ね。あのカットされるとやっぱこれラーシンシンの左内ももがすごいが、パンチでくるか。プレー結構硬そうな、はい、重いパンチですね。この後カメラさん、もしラーシンシンの左内ももを打ちせればお願いします。このインドを食らっているところです。ここでアッパーから入ってくる、面白いリードのジャブで刺してきます。左をパンチにつなげるか、それとも蹴りにつなげるのか。紫色、おっと踏ん張り効かなかったか。はい、右のミドルキックはちょっと深すぎた。うわ、ストレート、あの右ストレート注意ですよね。あの輪島ローキックいいですよ。アッパーから入った、ザ・マッスルパンチいいですね。アッパー、確かに怖いですね。アッパーでダウン、カウントを重ねられます。おお、構えないと、はいはい、さあ残り時間がもう少ない第1ラウンド、第1ラウンド終了。最後の最後、飛び込んだアッパーで1つダウンを奪った輪島です。ちょっとスロー見たいですね。ちょっと僕もちょうど見えなかったんですよね。そうですか。まっすぐの下からのアッパーでした。さあスーパーウェルター級の戦い、輪島ひろみ対ラーシンシンです。でちなみに K1 ガールズも今日新たにお披露目、ここ大阪です。
ローキックの攻防面白かった。さあここか、あそこまでどうか。すごい踏み込みですね。もう一発一発もう全力ですよね。あの右ストレートとローキック蹴りが、ね、はい、前の手のアッパーですね、これで。いや、あ、いや入ってないな。あ、胸ですね。まあ、ちょっとプッシュしたような。押されて倒れそうな感じですね。まあでもまあ、ダウンと取られてもしょうがないですけどね。そうですね。まあ、ラシーシンからすると納得いかないとかはしましたけど ね。ちょうどこうブラインドになってましたからね、レフリーの。さあ、しかしこのダウンが取り消されることはありません。ラシーシンの戦いがどうなるか。ローキックで合わせてきた。ちょっと久保さんギア上げてきましたか。そうですね、音がさらにすごくなってますね。よろしく。ダウン取られたからもう来ましたよね。3ラウンドしかない。してローキック、こちらも返す。こちらも負けてない。またアッパーから入っていこうという動きです。ザアッパー、もう深追いしません。インローダー、いや蹴り負けていません。しかもナイスカットですよ今和島は。うわーすごい音。関根さん本当に蹴り負けてないですね。負けてないですね。蹴りはもう五分ですよね。ミドルキックです。スミスは右ストレート当てたかったんですけどね。あ、そうですか、ね、左ボディフックからローキック、アッパーからまた蹴る。これローキックで味方を得る。パンチです、パンチです、パンチですか。パンチが効いていた。右のアッパーから最後ローキック、そのアッパーが効いていたようです。もう痙攣してます。恐るべし、ウエタイ選手に蹴り勝ってアッパーで失神させました。和島ひろみ、地元大阪で完勝快勝です。59ですね。赤コーナー、和島ひろみ選手の KO 勝ち。飛び込みながら言ってきましたね。いや、久保さん、ここでちょっともう文句言わせない快勝ですね。素晴らしい勝ち方ですよね。本当に今まで悔しい思いされてたと思うんで、こっちも見てて気持ちいいです。アッシュ選手のアッシュ、もう黒いで紫ですね。ラッパーですね、前の手の。ラッパーですね。飛び込んでラッパー。1ラウンド終了の時もあれも選ぶのも同じですもんね。あれも同じでしたね。プレゼンターは飛び込みアッパーか。やっぱすごいですね。ジャブと同じ軌道で飛び込んでる。見にくいですよね。マサトさん、これ半年ぶりの K-1 ですけど、なんか新しい武器を備えている選手が何人か出てきてますね。このコロナの自粛中にいろんな新しい自粛期間だからこそできる練習っていうのがあったんでしょうね。なるほど。いろいろ考えながら自分トレーニングしたの。一からいろいろ考えたりする。そうですね、やっぱり試合前だとこう追い込む練習の方がメインになっちゃうんで、こう、オース月進会チーム侍の和島ひろみです。今日は応援ありがとうございました。地元の大阪で、KO できてよかったと思います。僕がこのリングに立てるのも、たくさんの方の応援のおかげだと思うんですけど、今日一番応援してくれてるお父さんが誕生日なんですよ。まあ50多分何歳かちょっと分かんないんですけど、ちょっとあっちに多分いると思うんで、ちょっと拍手してあげてください。お父さんありがとうございます。話はそんな嬉しいことないですよね。お父さんですね。いや、親孝行だな。ラシンシン選手めっちゃ強かったんですけど、もっと強い選手いっぱい倒して、また木村選手リベンジしていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。次後輩の椿原くんつなげたんで期待してます。ありがとうございました。さあ、久松さん、はい、事前番組で木村フィリップ実選手とも話してましたが、どう思ってるでしょうね。いやー、もう木村選手はあのファンが喜ぶカードをしたいとおっしゃってたので、またね、このカードが見れるのが楽しみですね。松尾さん、追われる木村からするとこれ見てるの疲れるんですよ。本当に疲れるんですよ。みんなのターゲットは木村ですからね。いや、素晴らしい剣撃を見せました和島ひろみ。地元での父親の誕生日、それも祝うノックアウト勝利でした。